間になりましたので、今からハブの再読実演を始めていきたいと思います。まず最初にいくつか注意事項をお願いします。まず一つ目は、目の前にあるガラス扉があるんですけど、そこは触れたり叩いたりしないで、しないようお願いします。ガラスの振動がそこの目の前にある緑の台の方に伝わってしまうと、蛇たちが驚いてしまって、蛇たちは声や音は大丈夫なんですけど、振動には敏感なので、ガラスは叩かないようお願いします。でもう一点、カメラのフラッシュやピント合わせの時のストロボ、強い光などはなるべくオフにするようお願いします。蛇たちは強い光が苦手なので、それに驚いてしまい、再読実演がスムーズに進まなくなる場合がありますので、なるべくオフにするようお願いします。そうしましたら、じゃあ今日の流れを説明していきたいと思います。まず目の前にいるハブの再読を行い、次にこの辺りにいる毒蛇を2匹紹介していきます。そして最後に毒のないおとなしい蛇を触れ合い体験として出しますので、どうぞご興味のある方はそちらも体験していってください。まずはじめにハブの説明をしていきたいと思います。今皆さんの目の前にいるのは、日本で一番有名な大きな毒蛇のハブです。このハブは日本の南の方、沖縄、鹿児島、奄美など比較的暖かい方にいます。ハブの長さ、全長だいたい1メートルから2メートル、大きいもので2メートル40センチのものが見つかっています。今日扱うものはだいたい150センチぐらいのものを扱います。この長さは今職員さんの手に持っているスネークフックという道具で扱える長さのものになります。ハブに噛まれた時の症状を説明していきます。このハブに噛まれると患部がひどい痛みを起こして徐々に腫れていきます。その腫れが原因で今度は血液循環ができなくなり、指先が噛まれたとしたら指先が壊死してしまったり、今度は臓器の障害が起こってきます。ハブに噛まれても病院に行って適切な処置を受ければ、医者と毒の専門家が話し合い、血清を打つか打たないか、またはどれぐらい打つなどかの話をして適切な処置をしてくれますので、噛まれた場合は必ず医者に行っていただくようお願いします。では今からこのハブから再毒毒を取り出していきたいと思います。ハブにヘビたちによってはちょっとなかなかおとなしくならないのもいるんで、今日はちょっとおとなしくない答えだったみたいですね。
牙のところから出ていると思うけど、ハブの牙の構造は注射器と同じようになっていて、歯の中が空洞状になっているんですね。でその中を毒が流れていくという仕組みになっています。ちょっと話すのか。今このハブ、ちょうど左側が歯が2本あるんです。でこれは歯が抜け替わっている証拠なんですね。で、歯部、ヘビ、ほとんどそうなんですけど、歯が抜け替わって、今、後ろから出てきている、新しいのが出てくるって感じの状況で、今、左だけが2本あります。後ろにある黒い線のところに毒線という毒の入ったところがあります。そこに毒を溜めて相手に噛みついた時にそこから毒を出します。ハブが噛みつく時、口を180度ぐらい大きく開けます。大きく開けると牙が前に出てきます。口を閉じている時は牙は寝ています。だから今の状態で開いてみても牙は見えます。で口を開いて牙が起きたら相手に噛みついて深くまで牙を刺して毒を注入し獲物を取るという感じ、狩りの方法をします。この牙長さはいくつかというと大きい 1.5 メートルぐらいのもので2センチあります。結構長いです。まあ、ハブの毒、皮膚についても、そんなに問題ありません。噛まれて毒が体内に入ってしまうとひどい、痛みや炎症などを起こして病院に行かなくてはいけない時があります。皮膚にもし毒がついたらよく水で洗い流して、念のため病院に行っていただきたいなって感じです。沖縄なんかではよく見られるんで夜よく見られますが、このハブは夜行性なので夜家の庭なんや道なんかによく出てきます。ちょっと古い家なんかに軒下なんかから入りネズミを追いかけて入り込んで家の中まで上がってきてしまう。たま稀に人が寝てる間噛まれてしまうなんてことも、報告されています。ハブは基本的に自分から攻撃してこないので踏んだり捕まえようとして握ったりしなければ被害に遭うことは少ないです。そしたらハブは閉まって次の